気をつけて。Thank you.
さて、今日は報酬を支払ってもらうぞ。今日までありがとう。私、門松さんのこと忘れない。別に金払えってわけじゃない。こないだも言ったろ、仕事を手伝ってもらうって。でもさ、ハイムロボティクスのお手伝いなんて理工学系の知識がなきゃ無理でしょ。まずはこいつを見てくれ。話はそれからだ。おお、ナイトガンダムだ。これロボット？うちで開発中のトイボットだ。こいつの運用テストに協力してほしいんだ。看護用ロボットか。こんなのが買える時代になったんだね。実際に売り出すのはもう少し先だがな。テストで合格できなきゃ商品化は無理だ。テストって私たちは何をすればいいの？こいつの売りは子供と一緒に遊んでくれることなんだ。ふむふむ。あ、これ取説だ。ガンプラバトルも一緒にできる。なるほど、これがメインスイッチ。新しいチームメンバーってことだ。次からシミュレーターに入るときはこいつも連れて行け。って勝手に起動すんなよ。もうしちゃった。おお、立ち上がった。はじめまして、ロボタン。勝手に変な名前をつけるな。いいじゃん、ロボタン、かわいいじゃん。ねえ、ロボタン。ああ、こいつ言葉は理解できるけど発声機能はついてないんだ。なんで？あくまでおもちゃであるためだ。人の近くにいるロボットの開発ってデリケートなんだよ。特にトイボットは子供の成長にどんな影響が出るかまだわからないからな。なんか大人っぽいこと言ってる。大人だからな。いいから早速テストしてこい。うまくいけば次のリージョンカップは3人で戦える。ミサさん、ご来店ありがとうございます。はじめまして、ロボタさんですね。記憶します。なんで名前知ってるの？今聞きました。光デジタル信号でですが。なんかロボットっぽいこと言ってる。ロボットですが